来ましたね。こんにちは。もしよろしければ、あなた方の写真を撮らせていただいてもよろしいでしょうか。おい、おいらたちに言ってんのか。今、おいらたちの写真を撮りたいって言ってたよな。おいらたちの写真を撮りたがる人がいるなんて。おいらたちもすっかり有名人だな。言っとくけど、もしオイラたちの写真を個人使用以外で使うんだったら、法廷のスタイルに従って、ちゃんと、ギャラを支払ってもらうかな。もちろんです。お二人の写真を撮れることは、私にとって光栄なことです。写真一枚で、150万マラはどうでしょう。道時最高の冒険者コンビさん。うんうん、そうこなくなっちゃう。おいちょっと待って、いくらだって150万マラ。おいらの気持ちなんかないよな。写真一枚に150万マラだなんて、ちょっと大げさじゃないか。おいらたちの肖像でそんなに価値あるのかよ。150万ボラくらいなんてことはありません。もし私と組む気があるなら、写真でパシャパシャ撮影するだけで究極のボラを稼ぐのだって遊び前ですよ。当たり前のことですが、警備ロボが犯罪行為を制圧するためには、まず相手が犯罪者かどうかを判断しなければなりませんよね。善良な人を悪者だと誤解したり、あるいは武器を持った犯罪者を見逃したりしたら大変な事態になるでしょう。例えば漁師の手で握られている釣竿を長槍に見誤ったり、パイプに見せかけた武器に気づけなかったりしたらいけません。意地であるかもな。もし私が猫や犬、山柄や鳩、もしくはプクプク獣の被り物をして、遊園地のマスコットのような格好で現れたら、警備ロボはどう出るでしょうか。街にいる警備ロボは猫や犬、山柄や鳩、特にプクプク獣をターゲットにすることはありません。
識別するとき、それらをスキップするのです。装置稼働効率の観点から、遭遇する可能性が極めて低い生物をターゲットリストから除くことは、確かに稼働効率の上昇に有効ですからね。以前、スチームバード新聞にこんな記事が掲載されていました。入念な観察で警備ロボの弱点に気づいた複数の犯罪者が、ブクブク銃に変装し、窃盗を働いた。彼らを空気扱いした警備ロボは、その犯罪行為を阻止することは一切なかった。力を合わせて頑張りましょう。
Bye-bye.